ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた怪しい連中が通りませんでしたか？あの…鷹狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ、楽しく刺激的にってな。追ってです。黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。ミッドランド軍でも一番荒っぽい連中さ。前の戦じゃ悪さが過ぎて辺境送りになったって聞いてたけど、こいつは噂以上に立ちが悪いぜ。聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのはこいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、おい、冗談だよな。あのグリフィスがこれからじゃなかったのか。グリフィスが戻ってきてこれからじゃなかったのかよ。わけもわからねえうちに罪人にでっち上げられて、一年中虫けらみたいに逃げ回って仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が。グリフィスあっての鷹の団、それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら、時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いなお前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい叱咤。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お
前は。居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。隊長。ガッツ隊長。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら。今度は俺たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば傭兵だって何だって。